発達障害の有名人その14、栗原るいさん。2015年に NHK の番組内で ADD 注意欠陥障害をカミングアウトしています。幼少期をニューヨークで過ごしており、アメリカでは発達障害を連想させるような行動があった場合はきちんと親に伝える義務があるため、学校の担任の先生から発達障害の可能性があると伝えられ、8歳の時に診断を受けたそうです。るいさんのお母さんによると、保育園での泥や粘土遊びの感触に衝撃を受け、全くやらなかったり、園児たちが大きな声で元気に歌う声に耐えられず教室を飛び出したりなど、小さい頃から他の子と違う面があったようです。診断されてからはお母さんが特性やその対処法について繰り返し教えてくれていたそう。インタビューの中で、僕が今モデルや俳優などの仕事を続けられているのは母や主治医、友人たちの理解のおかげだと思っています。何より母が何か人から言われてもそれもルイの個性と戦ってくれていたことがとても大きかったですと述べています。この動画を配信しているのは A3 のまゆです。公式 LINE へのメッセージの配信もしています。チャンネル登録よろしくね。